市長、石川ファミリーズです。はい、ご覧ください。こちらですね、エースコックから発売されているラーメンでございます。でこちらのラーメンの値段なんですけども、だいたいですね、日本円で20円から40円ぐらいの値段だっけ。ちょっとうろ覚えで忘れちゃいましたが、ベトナムでこれは3000か4000ロンですね。じゃあ15円から、20円ぐらいの間の値段でございます、はい、ということで、作り方がですね書いてありまして、これはあるか、その、まあ、一応とりあえず開けてみますね。はい、開ける。これは牛ロール、うん、チーズですね。チーズ、そう、チーズ味、そう、これチーズ味なの。これ書いてあります。はい、チーズ味。はい。ちょっと楽しみです。牛のチーズ、うん。牛のチーズ味。はい、牛のロール。はい。のチーズ。じゃあこれがチーズかな？多分ですね。開けてみる？うん、しかもシールが入ってた。ああ、シール。うん、すごい。シールが入ってるね。うわ。タムちゃんにあげようか、これ。はい、うん、じゃあシールがついていて、でなおかつこれですね、味付けの。はい、はい、じゃあお湯を入れてみますね。でお湯を入れて、これも入れた方がいい。大丈夫、ハサミじゃなくて。でこちらの、多分これドラえもんのあれだから辛くないと思うよね。辛くないよね。でも分かんないですね、ベトナムの味から。そう、でも入れましょう。はい、じゃあ3分経ちましたので食べたいと思います。こんな感じですね。ちょっと、まあ、混ぜて。これ本当ラーメンだよね、見た目ね。ちょっと酒スープだけ飲みますね。どんな味か。どうですか？チーズの味もついてますか？チーズって言われるとチーズの味するね。はい、うん、で辛くもないし、スープはね、うんうん、で日本でもなんかチーズが入ってるラーメンっていうのが売られてるのが、まあ、お店でね、で食べたことあるから、なんだろう、そのラーメン自体にチーズが入ってるのは私あまり抵抗はないんだよね。あ、うん、ちょっと麺いただきますね。よく混ぜて。うん、チーズが入ってるから、なんだろう、まろやかな感じの食べ応え、まろやかっていうか、なんて言うんだろう、うん、ちょっと次は分からないと思うけど、うんうん、すごい食べやすい、これチーズ味だから。あ、チーズでちょっと、まあそのラーメンの味付けもしてあるから、チーズだけが濃いっていうわけでもないから、ちょっと飲んでみる。じゃあ、いい。いい。もうお腹いっぱいだろ。いっぱい。でもすごい食べやすい、これ。はい。なら良かったですね。うん、しかもドラえもん。辛いと思ったから。うん。大丈夫、大丈夫。はい。で、ドラえもん好きの方はシールが入ってるから、はい。これね、番号が19番って書いてあるから、はい。多分ね、いっぱいいろんな種類のシールが入ってるから、集めるのもね、楽しいかもしれませんね。はい。うん。いいね、これ。サクサク食べれる。で、私ね、チーズ好きなのよ。ハンバーガーもチーズバーガー食べるし、うん、はい、あと牛丼屋でもチーズ入りの牛丼食べるでしょ。あ、ほら、ホーチミンでも食べてたじゃん、はい、すき家で。
で日本にいる時すき家でいつも何食べるかって言ったらチーズ牛丼しか食べないから、それほどチーズ好きなんだよ。あと日本のスナック菓子のチーズビットっていう名前の食べ物があるんだけど、それも好きで食べてたし、はい、チーズが好きですね。そう、チーズ好きからするとこのドラえもんのチーズ味のラーメンはあり、うん、ありだねこれは。すごい食べやすいこれ、辛くもないし、うん、でビーフ味だもんねこれ。ビーフチーズ味か。あ、ビーフチーズ、うん、うん、すごいサクサクって入る胃の中に。うん、味も悪くないですよこれ。すごい手頃な値段でこうやって食べれるのがいいね。これが当たりかも。うん、スープだけ飲んでばっかりいたらちょっと醤油味っぽいような感じだね。あ、そう、うん、最初だけだね、ちょっとチーズっぽい味かなと思ったの、うん、でもちょっとだんだん胡椒の味とかもして、うん、これはまた機会があったらなんか違う色のドラえもんのラーメン持ってたじゃん、違う色のラーメンにちょっと挑戦してみたいなって思う。はい、スープ全部飲んじゃったわということでごちそうさまでした。